やっぱり何言ってても上手だし、もっといいかも。歌謡曲も聴きたい。ありがとうございます。これは歌謡曲に入りますでしょうか。平浩二さんのバスストップ。よくね、老人ホームでコロナ前歌いに行っていた時に、おじいとおばあにこの曲を好きで、私が好きで歌ってました。バスを待つ間に涙を僕はしてる。誰かに見られて、あなたが傷つく。何を取り上げても私が悪い。過ちつなうその前に別れが来たのね。どうぞ口を開かないで、甘い言葉聞かせないで、一人で帰る。道がとてもつらいわ。バスを待つ間に気持ちを変える。つないだこの手のぬくもりを忘れるためにも。私はですね、バースデーライブがなんと7月7日七夕金曜日に決定しました。イエーイ。場所は渋谷東急ホテルセルリアンタワーの2階にあります JG ブラッドという場所です。お食事とか しながらね、ゆっくり座ってライブ鑑賞できるスペースになっております。予約はチケットではなくて席予約になっております。今年のね、バースデーライブ、ね、あの年に2回しかこういう大きなライブも私やらないんですけど、特別な、ね、メンバーの皆様と、年に2回だけのスーパーライブ行います。今年のバースデーライブは満席にしたいなって思っておりますので、ぜひ、この動画を見た後、そのまた JG ブラッド検索していただいて、ぜひ予約してね。いつもありがとう。